おちょーす。中までたっぷりチェアです。なんだ。聞きたいことがある。バルハラの天使という言葉に心当たりはないか。姉ちゃん、よそもんだな。このウィルダネスじゃ知らない奴はいねえよ。バルハラの天使ってのはな、純白の羽を持つと言われる幻のチョコボのあだ名さ。この世の終焉とともに現れる聖なる鳥って言われてるんだ。この地に伝わる伝説か。ああ、単なる言い伝えのはずだった。それが最近白いチョコボを見たって騒ぐ連中が出てきてな、どうも本当にいるんじゃねえかって話になってきた。だとしてもあれはギサール先生の獲物だよ。にわかもんには捕まえられっこないさ。ギサール、何者だそれは。幻のチョコボを長年追い続けてる獣医の先生さ。恐ろしく気難しい偏屈じいさんだが、天使の研究にかけちゃ間違いなくウィルダネス一の権威だね。先生はこの街道の先、カンパスファームってとこに住んでる。虫の居所が良ければ話を聞かせてくれるだろうさ。終末を告げる純白のチョコボか。救世院の正当的な教義にはない話です。辺境だけに伝わる、いわゆる迷信でしょうね。だとしても誰かが私にコンタクトしてバルハラの天使という名を伝えたのは事実だから、その正体は確かめたい。ライトさんが望むのでしたらご自由に。今のところ手がかりは一つですね。獣医ギサール、幻のチョコボを追う老人か。カンパスファームで会えると言っていたな。ついに野菜から獣医の先生になったんですね。あんたこの土地のもんじゃないね。ああ、やっぱりか。もちろん例の伝説くらいは予習してきたんだろうね。世の末に現れる聖なる白いチョコボだったか。そうさ、さしずめ救いの天使ってとこだね。バルハラの天使が全ての終わりをもたらしてくれることを。終わりを望んでいる。そう、ウィルダネスの人間にとっちゃ死も一つの救いなのさ。よそのもんには理解できないかもしれないね。ほら昔、神様だかなんだかが余計なことをして人の寿命ってもんがなくなっちまったろ。ここらに住んでる連中はそういうわけのわからん力に振り回されるのが大嫌いでね。自分たちの力で精一杯生きて自然の命ずるままに死にたい、そう願ってるんだよ。白いチョコボが現れれば長すぎた生から解放される日も近いということか。そういうこと。あんたがうちらと違う教えを信じてても構わない。でもここいらの連中はそういう考え方をしてるってことは知っといた方がいいかもね。ふん。純白のチョコボは終末を願うウィルダネスの人々にとってある種の救いの象徴になっているようですね。この北にインジャの荒野って土地がある。古い飛空艇の残骸がゴロゴロ落ちてんだ。そっからもっと北の外れにひときわ目立つ飛空艇があってさ、そこにおっさんが暮らしてるんだ。いわゆるヨステ人ってやつだろうな。まあヨステ人っていうほど地味じゃないかな。おっさん昔は飛空艇乗りだったらしいぜ。人々はいつか女神のもとに、すなわち無に帰ることを望んでいるのでしょうか。うん。ワンちゃん、今作のシドさんかな、飛空艇に乗ってる人はどうでしょう。そういえばコスチューム一つ変わったんですよね。あ、今つけてるやつですね、ちょうど。やべ、死にかけてる。まあグレムリンくらいだったらねサクッと倒せるけどさ。一個前にいたサバくんとこの敵が強くてね、ちょっと逃げてきた感じになってます今は。もっとサイドクエストやんないとダメなんでしょうね。ということでいろんなところのサイドクエストを進めながら、まだ嫁がいつか、あ、そうだ、言わなきゃいけないことがあったな。この2日経ったんだよね。その何だっけ、今まで集めてきた魂をなんか還元するようなイベントがあるんだけど、それをまた取ったんだけど間違えてファイルを消しちゃって、そのシーンがなくなってます。2分くらいの動画かな、動画での中の2分間ぐらいが
なくなってしまいました。あともう一つはね、砂漠のところで中ボスみたいなやつを倒さなきゃいけないかったんだけど、そのシーンも間違えて消しちゃってます。申し訳ない。だから砂漠のシーンがね、飛ぶと思います。あれ、こっからみたいな。あ、テナガザルみたいなやつがいるぞ。孫悟空かな。真っ白。ノックアウトの条件はないか。あ、でも結構攻撃は入りますね。あ、サンダーは回復しちゃうんだ。エアロはどうかな。うん、エアロもそんな効いてないっすね。早く広く買いたいな。サンダー、スパークブロー、ジューシーサラミ。サラミだ、サラミ。サラミ高くて買えないよ。サラミとか食べたいけどさ、高くて買えねえんだよな。適当にここまですれば来ちゃったけど、大丈夫なのかな。ウィルダネス駅から来て、あ、先に行かなきゃいけないのここだったんだね。すごいね。なんか壁外調査してるみたいだよ。さあ着きました。カンパスファームですね。お、まずはトレジャーボックス。魔性のクレスト。魔性の紋章。バルハラの天使について知りたければギサール先生に会えという話でしたね。バルハラの天使について。俺に聞くとはなかなかいいセンスをしているね。なんたって俺はあのギサール先生の弟子、その中でも一番の古株だからね。7号だけどね。まず基礎知識。あれは幻のチョコボと言われるだけあって、漫然と探したって見つかるもんじゃない。しかし俺なら見つけられる。まあ先生の受け売りだけどね。いいかい、天使は特に希少の荒いチョコボなんだ。天敵のチョコボイーターといつも激しくやり合ってる。つまり伝説の白いチョコボを見つけたければ、チョコボイーターを探せばいい。ご名答。最近チョコボイーターが目撃されたのはここから東の方、ハイトの遺構と呼ばれてるあたりだ。ただしチョコボイーターはとっても凶暴だよ。気をつけてね。いい声でしたね。獲物を探すにはまず天敵を探せ。この村のこの集落、ガレットは開拓当時からこの集落を守り続けています。あー、1時間かかっちゃうんですね。まあ体力回復しときましょう。とりあえず買い物して、買えるやつは買っておきたいですね。あ、でももうお金なくなっちゃってんのか。かわいいなこれ。マーメイドなんだ。ブリザード、ファイヤー、サンダー、エアロー、2つ、3つ買えるのか。じゃあサンダーがさっきマスラに入らなかったから、この3つとりあえず買っとこうかな。ここら辺の敵のあれが分かればいいんだけどね。何が効くか分かれば切り替えるんだけどね。ちょっと赤間同士に飽きてきたから交換してみようか。今買ってきたのはどれだっけ。これか。ファイヤーかブリザードかエアロか。エアロはそんな効かなかったよね。じゃあファイヤーかブリザードで。じゃあこっち行きましょうか。多分みんなもこっちがいいって言うだろうから。魔法攻撃が上がるやつを攻めましょうね。じゃあこれかな。ソウルリベレーター。これは何が上がる。これか。下のあれを見ればいいのか。ヒットポイントか。でもこれはあれですね、強いけど ATB がなかなか上がんないんですね。じゃあこれの方がいいのか。これにしましょうか。でアクセサリーもつけていきましょう。魔法系だよね今ね。魔法系が上がるやつこれですね。マジシャンシンボルがいいかな。まあクレストでもいいか。じゃあクレストにしとこうか。と
まあどっちでもいいかな。ついでになんかつけようぜ。耳飾りついてる。あ、本当だ。あー、耳飾り合うね。ははマーメイドっぽくなったじゃん。これにしようぜ。あと技つけていきましょう。ガードはいるよね。ブリザードがある。意外と攻撃力も高くない？これでサンダー系の攻撃もできるのか。一応つけとくか。デプロテデシルはあるからいいんだ。じゃあなんすか、デフェイでもつけとく。攻撃力845515か。まあでも特化できたよね。攻撃魔法を補助ね。オッケーオッケー、これでいきましょう。お金ないけど一応見とこうね。もうポーションも買えねえよ。食堂、ここにあれはいないのかな。いないなんてことねえよな。やあ、はじめまして。カンパスファームにようこそ。僕はガレット。村の世話役みたいなことをやってる。ギサールという獣医に話を聞きに来た。ああ、バルハラの天使のことが知りたいんだね。誰もがそう口を揃えるんだな。純白のチョコボを追い続けてきた先生の知識と執念は、それはすごいものだからね。特に娘さんを亡くしてからは不眠不休で。どうした？ごめん、口が滑っちゃった。秘密ってわけじゃないんだけど、ちょっと重い話でね。先生は昔たった一人の娘さんと一緒にこの伝説を追いかけてた。でも100年ほど前だったかな。チョコボ探索中に娘さんが亡くなったんだ。何があったのか先生はあまり口にしないんだけど、それから先生はまるで取り憑かれたようにますます研究に没頭するようになったってわけ。ただね、悪いけど今の話は。ああ、聞かなかったことにしておこう。そうしてもらえると助かるよ。この辺じゃ誰でも知ってる話だけど、よそから来た人が知ってると変に思われるかもしれないから。とにかく先生はすでにバルハラの天使らしきチョコボと何度も遭遇してるお人さ。幻のチョコボにお目にかかりたいならギサール先生の教えを請うのが一番だよ。頼りになりそうだな。その点は太鼓判を押せるね。じゃあ大自然の加護。どういう意味だ？ウィルダネス式の挨拶、あなたの前途に幸運をってことさ。グッラークってことですね。買ってくかい。なんか買うもんあるかい。あー、チョコボイーターの飛力を買いたかったね。この辺は買っても、あ、この辺買わずにちょっとそこら辺の敵倒して、チョコボイーターのあれを買おうか。いたいた。バルハラの天使の話を聞きに来た。帰れ。用事が済んだらな。定められし出会いが汝をカオスのいずるところへ導く。この言葉の意味がわかるか。なんじゃと。お前さん、あの声を聞いたのか。ああ、少女の小姉だった。乙女の声。どうやらお前さんには資格があるかもしれんな。バルハラの天使は気性の荒いチョコボや。わし自身何度か遭遇を重ねたが、その度に捕獲に失敗しており、やつを乗りこなせるのは自身が主と認めた者だけじゃ。私にその資格があるとは思えないが。いや、そう謙遜したものでもないぞ。今のお前さんの話が出まかせでないな。お前さんが選ばれし者だとすると、千の言葉はこれからの運命を暗示しておる。伝説によると、チョコボは選ばれし主をある場所に誘うと言われた。それはカオスが湧き出る源、女神の神殿のことじゃ。断崖に立つあの神殿か。そうじゃ。あれこそ死を司る女神の宮。その地下には大いなるカオスが待つという。大いなるカオス、どういう存在だ。伝説は
多くを伝えておらん。神殿に赴けばおのずと明らかになろう。そのためにもバルハラの天使を見つけ出せと。そういうことじゃ。だが闇雲に探すのは得策ではないぞ。この村にわしの助手がおる。チョコボ探しのコツならあいつに教わるとええ。神殿の地下に眠る大いなるカオスの話、それも救世院の教義にはない迷信か。ちょっとそこ野菜を踏んじゃダメよ。すまない。責めてんじゃないわ。やらかす前に注意しただけよ。ちょうどギサールの野菜を植えたとこだからね。確かチョコボの主食だったな。そう、ここの名産だよ。私はサララ、パパじゃなくて親父とここの農園をやってんの。あの神殿は異界バルハラから出現したものです。かつて神殿は世界を食い破るほどの絶大な力を封印していたようですが、それは解き放たれてこの世界を破滅に追いやりました。じゃああいつが顽強なんだ。それは姿を消したんです。世界を壊した力の正体は未だに分かっていません。それは再びあの神殿に戻り、大いなるカオスと呼ばれるようになったという可能性はありますね。チョコボが導いてくれるかはともかく、少なくとも誰かが私を呼んだのは事実だ。正体には答えるさ。